どうも、フリーマンこと、長谷川です。今回ですね、菅義偉、韓国は戦略的放置、積極的無視という話です。オチとしては十分ではないが、お困りの国々の優先順位は低くなっているというところなんです。ここ数日、いろいろと情報を取っていて、なかなか取り上げにくいものが多かったんです。そんな中で、菅総理の外交を見ていると、興味深いものがあったので、今回はそこに関する話をしていきます。昨日2020年10月27日の産経新聞の記事を見ていたら、菅総理の各国首脳との電話会談に関する内容がありました。その産経新聞の記事では、韓国が最初に菅総理の電話会談を申し込んだのに後回しにされた話が出ていたんです。自分としてはなるほどなぁと思いました。そんなわけで今回実際にここ1ヶ月の電話会談の日程を見てみました。そうしてみると非常に興味深いことが分かったんです。その特徴としては、1、自由で開かれたインド太平洋を進めるための会談が多い。2、韓国は戦略的放置、積極的無視。3、国連とのコンタクトを積極的に取っている。この3つが際立っています。さらに電話会談をした日付もポイントで、2020年9月20日アメリカ、オーストラリア、2020年9月22日ドイツ、EU、 2020年9月23日バッハ IOC 会長、イギリス、2020年9月24日グテーレス国連事務総長、韓国、2020年9月25日インド、中国、2020年9月30日カナダ、2020年10月5日フランス、2020年10月6日 EU2 回目、2020年10月12日ベトナム、2020年10月13日インドネシア、2020年10月27日グテーレス国連事務総長2回目。この日程を見ても現在の日本の外交的な優先順位がよくわかります。しかし日本の総理大臣は国内外にお困りの方たちがたくさんいるのもあるため、本当に分単位のスケジュールで忙しいんです。それにもかかわらず1ヶ月でこれだけの電話会談をこなすというのは尋常じゃありません。自分自身、菅総理は語学ができるわけではないので外交面での不安があったんですが、着々と地固めを行っているという印象を受けています。まず1の自由で開かれたインド太平洋を進めるための電話会談を多く行っているところから話します。その前に、自由で開かれたインド太平洋って何ぞっていう話ですよね。自由で開かれたインド太平洋は安倍前総理が提唱完成させたアジアセキュリティダイヤモンド構想が発展したものです。基本的にはこの地図で示す日米豪インのダイヤモンドをベースにして、インド太平洋地域の国々と手をつなぐ外交ビジョンのことを言います。これによってお困りの国々に対して包囲網を敷くことにもなるんです。海外では日米豪インの4カ国なので、クアッドとも呼ばれているんです。今回の電話外交を見ると、特に総理就任4日後の2020年9月20日にオーストラリア、アメリカの順番で電話会談を始めているのがポイントです。ここからも自由で開かれたインド太平洋戦略を重視していることがわかります。またインドにしても、10月の日印外相会談前の2020年9月25日菅総理はモディ首相と自由で開かれたインド太平洋について電話会談を行っています。他にも EU、 ヨーロッパ諸国、東南アジア、いわゆる ASEAN の国々とも自由で開かれたインド太平洋の話をしています。特に EU とは2回にわたって電話しているのもポイントです。さらにドイツとは2020年9月22日イギリスとも2020年9月23日の段階で電話会談を行っています。この点においても非常に興味深いんです。今の日本外交の世界における重要性がこの日程からでもよくわかります。ちなみに自分が外務省のページをチェックした限りだと、自由で開かれたインド太平洋という言葉が IOC 以外で出てこない国々は、1、中国、2、韓国、3、ベトナム、この3カ国になります。
ここで先ほど述べたお困りの国々の話ともつながってきます。まず中国に関してはあの病気があるため現時点では一番リスクがあります。2020年9月25日に行われた中国習近平国家主席との電話会談の内容としては、1、菅総理の総理就任を祝う、2、あの病気や様々な問題に対して連携して取り組む、3、菅総理から北朝鮮拉致問題への提起、この3つになります。このあたりは自分が以前の動画で話した部分がもろに出ているなという印象を受けます。特に経済面だと1980年代から日本企業が中国に進出しているので、今現在チャイナリスクがどんどん表に出ています。北朝鮮拉致問題にしても、情報収集関係で日本は北朝鮮に対して独自の窓口を持っているわけではありません。ですから現状としてアメリカ、中国から情報を得ないといけません。この2つが大きいので、個人的には不本意ではあるんですが、政府レベルで考えたらどうしても中国とはコンタクトを必要最小限で取らないといけません。それから韓国に話題を移すと、今の日本の立場では韓国ははっきり言ってそれほど重要ではありません。それこそ30年以上前までのアメリカと旧ソ連の冷戦時代だったら、韓国は防波堤として必要な存在でした。とはいえ、今となっては国際的な常識、法律が通用しない斜め上がデフォになっているので、相手にするだけリスクが増えるんです。実際に韓国との会談内容を見ても、1、日米韓の連携の重要性、2、拉致問題解決のための支持を菅総理が求める、3、冷え切った日韓関係の放置はいけない、4、両国間のビジネス人材等の往来の再開の近いうちの合意、これらを見ていると中国に比べたらだいぶ塩対応になっています。自分としてはどの段階で日本は韓国に対して保証をしている、貿易用の小切手、信用上を取り消すかが気になっています。これによって経済的に韓国が干上がっていくんです。韓国は国際的に信用されていないので、日本の銀行が韓国に対して保証を与えているんです。ですからなんとか貿易が今できているんですね。国会議員の中にはもっと優しい方法はないのかと言っている方もいるそうなんです。しかし今の韓国は中国、北朝鮮のようなレッドチーム側についているのが実情です。だからこそ早い段階で信用上を取り消して、韓国が国際貿易に使う際に必要な国際通貨のアメリカドル、日本円の調達ができないようにした方が日本、世界にとって幸せなことなんだと自分は思っています。ベトナムについては中国の隣に位置していることもあるし、非常に微妙な状況だから菅総理は自由で開かれたインド太平洋の話は出さなかった可能性があります。そして国連のグテーレス事務総長との会話でも、菅総理は自由で開かれたインド太平洋、環境、あの病気によるリスクについて触れています。これもお困りの国々を切り離す動きとも言えるので、総じてみると興味深いんです。そういったわけで十分ではないんですが、お困りの国々の優先順位は低くなっているんです。最後までご覧いただきありがとうございました。自分のこのチャンネルは経済、外交、福祉などの問題を取り上げて、現状よりもどうすれば良くなるかについて話しています。もしよろしければチャンネル登録、それからグッドボタンを押していただければ幸いでございます。またお会いいたしましょう。